とりあえず倒しよっか。うん。で、これ降りたらダメ。で、4回。はーい、はいはいはい。はいはいはい。はい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 。こう。こうだ。あれ？これで運ん、これでさ、エスカレーターみたいに運んでくれないの？入ってこいオッケー。これで上に持ってって、で、これをあそこにはめて、6階の反対側に行くと。そういうことだね。うん。いや、覚えてるもんだね、意外と。よいしょ。なんか、そんなに言うほど迷わないね。大丈夫そう。もっと、もっと迷うかと。絶対これ編集で、倍速入れなきゃダメだなとか考えてたんだけど。倍速いらなそう。これで乗っけてあげれば、下で6階の反対側に行けるわけ。だよね。合ってる。こっち。で、多分、その反対側の階段はね、多分宝箱があるでしょう。多分ね。うん、で、こっち。はい、余裕。はい、論破。ライドン論破。物好きめがこんなところまで登ってきやがって。え、まだあんのこれ、続き。わ、まだありそう。うわ、まだあるな、これ。待てよ。待てよ。まだあるな、これ、続きが。うわー、2箇所登れねえ、これ。こっちから登るパターン。で、向こうから登るパターン。とりあえず、こっちから登ってみるか。わ、奥にもあるぞ。ん？石像あるか？これどっかに。ちょっとカメラぐるぐる回して申し訳ないけど。こっちは？これ？こっちから登ってみるか。なんかエンカウント率あんまり高くないね、ここ。うわあ！てめえ！くそ。頼む。この野郎。ククールの分やっちまえやっちまえよ。駐車場の砂利にしてやろうか。ザオラル。おお、いいね。いいね。万端。こっち上がってきたのはいいんだけど。押してみるか。押してみよう。反対側に。反対側行った方が良かったのかな。ちょっとよくわかんないな。で、これ登る。ああ。考えろ。とりあえず反対側行ってみる？
多分これずらしとかないといけないよな。戻しとかないといけないな。で、あれ、あれ、乗っけてあげて、また上に戻してあげる。あれ？あれ？ここどこ？向こうにも乗っかってるんだ。向こう側にも両方に乗っかってるから、乗って降りたらまた反対側の、第二階層の1階に着くわけだから、2個乗っけてあげればいいんじゃない？そういうことでしょ？1階けどちょっと上覗きに行こう。痛えな、こいつ。やばい、死ぬー。うー、ナイス、死ぬ。いやー、上一回覗きに行って、なんもないか。どこに行きゃいいんだこれ。あっち側？了解しました。ってことはやっぱこれがいる。これをいいのか、それとも、ん？あ、乗らないしな。乗るのかな。乗るかな。なんなんこれ、わからんくなってきた。外したらどうなる？向こう側が上がって、ここの上に一回乗ってみよう。うん。一回乗ってみる。で、こっち側。これ、ああ、どかせんじゃん、これじゃあ。ダメか。降りたら上がっちゃうもんね。ってことは、こっち側を落とせばいいのか。ん？ん？やばい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 、機能停止しそうだ。やばいやばい。まあ、けどもう考えられるのは、今のところの手前を外すことぐらいしかもう行動パターンは残されてないよね。難しいね、これ。こんなん 3DS やってる小学生たちはもうこれ涙目やん、これ。絶対ここで積むでしょ、一回。いや、今時の小学生は賢いか、もっと。もっと賢いか。エテより賢いかもしれない。うん。これを、あー！よし。あー！
なんて。え？え？え？どういうこと？乗っちゃうもんね。あ、いける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 。回収。オッケー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 。これでいいんだ、これで。これで。オッケーオッケーオッケー。で、上に登れると。合ってるかな？こいき。マヌーサー。甘い。ああ、寝ちゃった。呼ぶか。ハイパーポンゲ呼ぶか。呼ぼう。あれあんま効かないな。50 30。あれエビルスピリッツは打撃に強いのか。あ、それともただ防御力が高くて HP が低いってことか。これで上がれました。で、上に行けるルート、これで OK？ クリアー、クリア、全クリー。これ最上階だよね、もう。おやっさん。おやっさんはどこだい？お、こっちか。おー、すごい。ん？こっちか。いた。何作ってんの、こいつ。ああ、これ、石像作ってるんだ。ああ、だからもうここがてっぺんになるんだ。石像、なんか万博みたいなの作ってるよ、この人。万博。OK、話しよう。話しよう。イェーイ、ハギー。なんだ、おめえ、結局ここまで登ってきやがったか。お前みたいな青二歳よ。青二歳に制覇されるってことは、この音まだまだ低すぎるってことだな。やい、小僧。気に入ったぞ。わしは彫刻家のライドンだ。お前さん、このわしに用があってきたんだろ。何？クランスピネル。ああ、あの二つの宝石のことか。残念だが、そんなものはもうとっくの大昔から、うちにはねえよ。何しろ、わしも見たことがねえんだ。聞いた話じゃ、わしの先祖、確かヒー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 。はは。とにかく、わしの大昔の先祖が自分の作った像にそのクランスピネルを埋め込んだって話は聞いたことがある。ああ、もう今直感したわ、もう。もう完全に今ね、ピンときたよ。うん。アハ体操だよ、アハ体操。うん。先祖っていうのは女なんだがな、何でも生涯最高の、出来の像にその宝石を埋め込んだらしい。その像がどこにあるかってさな、さすがにそこまでは知らん。あとは自力で探すこったな。手がかりといえば名前くらいか。確かあの先祖はリーザスとかって名前だったか。ああ、もういいだろう。まだ他に用があるのか。何、せがれがたまには家に帰れと言っただと。はは、残念ながらそうはいかん。お前みたいな青二歳に塔を制覇されたとあってはまだまだ帰れん。わしはこの塔をもっと高くするのだ。そうか。うん、リーザス像だね。ゼシカのほら、兄ちゃんが、やられたとこ。うん。あそこに行けってことか。じゃあ早速行くか。行こう。リーザス、村。だね。よし。倒していこう。雑魚だから、うん、ワンチャンなんか落とすでしょ、うん、どっち、こっちだよね。
知識。ちょあれ間違えた俺。間違えた間違えたやつこれ。合ってる？あ、よかった合ってた。よかった。ホイビン。ホイミンってさ、なんか可愛いキャラクターのなんかイメージがあるけど、よくよく考えたら結構気持ち悪いよね。なんかブヨブヨの青い物体の下からなんか変な触手みたいなのがいっぱい生えてるって思うと気持ち悪いよね、うん、到着。これだね。象の両目には美しい宝石が光り輝いている。え？取れよ。え？あ、びっくりした。なんかフラグ回収してこなかったのかと思った。今焦った。お待ちください。勇気ある旅人よ。私の名はリーザス。遥か遠き昔に、この世界を生き、この像を生み出したものです。うん。わ、綺麗。あんたたちにお教えしましょう。長き歴史の狭間に忘れられた賢者の地の話を。私が生まれたクランバートル家は、伝説の七賢者の地を受け継ぐ由緒正しき家系でした。しかしある代で、クランバートル家は賢者の地を失いました。後継者である私がアルバート家に嫁いだためです。以来、賢者の地はアルバート家に受け継がれていきました。ちょっと何言ってるかわかんない。ですが、その賢者の血も、憎き魔の力により、断たれたのです。後継者であるサーベルとの命とともに。賢者の血が絶えたとはいえ、アルバート家が私の血筋であることに変わりはあります。アルバート家の血を絶やさぬためなら、できる限りの力は貸しましょう。像に埋められたクランスピネルを持って行きなさい。きっと助けとなるでしょう。アルバート家の血を持つ最後の一人、ゼシカのことをよろしく頼みまして。あ、ゼシカは、だから、ちゃんとアルバート家の血を引いているのか。うん。取れちゃった。うん。ってことは、賢者なの？ゼシカ。賢者なのか。賢者の血を引きし者ってことか。リレミト。あ、これ使えなかったっけ？使える。じゃあ、これ、私に行きましょうか。リブルアーチ。早速、飛びましょう。はい。これを渡せば、てか、またゼシカが現れるんだよね。そのために、守りを固めるために、これを探してたってことか。なんか、目的を忘れてしまうな。うん。一回、ちょっと寝よう。宿取ろう、宿。宿。あ、違う、ここ。違う。道具や。65万と。安いぜ。あ、また、なんかイベントが。私の姿が人に戻っている。エテの顔も見えているわ。これは夢、きっとそうよね。エテ、私の声が聞こえてますか？ドルマゲスを倒しても呪いが解けなくて、ミーティアも少ししょんぼりです。ジシカさんもいなくなってしまったし、彼女はどうしていなくなってしまったのでしょう。もしかして私、死にかけられた呪いと関係があるのでしょうか。早くゼシカさんが見つかるようミーティアも祈っておりますわ。
じゃあ私に行きましょう。